はい、こんにちは。今日なんですけれども、まあ、何やら中二病感がちょっとあるプロテインバーが来たのでレビューしていきたいと思います。アイハーブ見てたらすげえパッケージだなっていうのを見つけたんですよ。どう？見てよこれ、手榴弾だからこれ、グレネードのカーボキラープロテインバーでございます。軍人かよ。男心をくすぐるパッケージではあると思います。で、今回は味がホワイトチョコレートクッキーという一番評判の高い味にしました。まあ、早速ちょっとやっていきたいと思います。で、これね、あのアイハーブのプロテインバーいろんなメーカー頼んでるんですけども、その中では珍しいフィルムがちゃんとついて梱包されています。はい、日本だったら結構これ普通だと思うんですけども、アイハーブでプロテインバー頼むと結構ね、これフィルムついてないのが多いです。はい、ポイントに行く。あ、これちょっと面白いです。面白い、これ手榴弾の形にこう開くようになってます。あ、なってねえや、なってねえや、ただこうなってる、なんだよこれ、ただこうなってるだけで、普通に開けるのこっからだわ。で、開けるとこんな感じになってます。で、こちらも1箱12本入りですね。ワンダースっていう形になってます。はい、パッケージはこんな感じですね。もう結構ね、今までにないぐらい一番派手かもしれない。なんか PUBG やりながら食えそうこれそんなパッケージです。はい、こんな感じですね。裏も成分が入ってる感じです。気になる成分はこんな感じです。220キロカロリーで、トータルファットが 8g で、シュガーが 2g で、トータルカーボが 21g で、プロテイン、タンパク質 22g という感じの構成になっております。まあ、タンパク質はやっぱり多いですね。はい、おお、こんな感じです。本当にクランチにホワイトチョコレートがコーティングしてるような感じで美味しそうです。美味しそう。これちょっと、はい、期待高いかもしれない。実食、実食。あ、うわ、これはね、まずいわ粉のプロテイン食ってるみたい。これなんかね、ほんとに粉のプロテイン食ってるみたい。すげえ悪い言い方するとゲロ食ってるみたい。あれ、ホワイトチョコレートってこんな味だったっけ。これは俺苦手だわ。あの、これほんとに絵に偽りないわ。手榴弾に偽りなくて地雷感ある。地雷踏んだかもしれない俺マジで今日。これなんでそんなに評判高いの。美味しくないんだけど。食感はすごくいいです。すごいねっちょりもしてないし、あのサクサクしすぎてないので、けどサクサク感もあるしみたいな感じで、あの食感のバランスすごいですけど、味がね、なんかほんとに粉のプロテイン食ってるみたいで、これちょっと俺はおすすめできません。ポイントにヒュッソン。はい、ってことで、今日なんですけれども、男心をくすぐるグレネードカーボキラープロテインレビューしました。これはね、すっげえ癖ある。俺はもうマジで苦手。食感はそれこそすごいいいレベル、いい位置につけてるんですけども、味がね悪い。本当かよという怖いもの見たさでチェックしてみるのはいいと思いますので、まあ、気になる方だけチェックしてみてください。俺はちょっと苦手でした。はい、それでは